まつりちゃん、メニューだよ。好きなものを注文していいからね。わーい、自分はハンバーグが食べたいっす。お肉を食べて強くなるっす。ハンバーグ定食ね、了解。飲み物はどうする？ハンバーグ定食だけだと栄養が偏っちゃうし、野菜ジュースとか頼む？お野菜は苦手っす。あのクリームソーダとか頼んじゃダメっすかね？ダメってことはないよ。子供舌なんだね、まつりちゃんは。私は旬の焼き魚定食と煎茶をもらおうかな。渋い！とも姉ちゃん、前から思ってたけど好みがお年寄り臭いっす。古風な家で育ったからね。代々続く剣術道場でさ。まあ私のことはどうでもいいよ。関は9大、それが目的だったから質問させてもらうけど、まつりちゃん、どうして近頃訓練を休んでたの？あ、別にお説教するつもりはないからね。心配なんだよ、まつりちゃん。どうか心を開いて素直に何でも話してほしいな。君はナイトメアでは私と一番年齢が近いから妹みたいに思ってるんだ。なるべく良くしてあげたいし、悩みがあるなら相談に乗りたいよ。私は君のことが可愛いんだ。だからどうか頼ってほしい。とも姉ちゃん、嬉しいっす。自分もとも姉ちゃんのことを本当のお姉ちゃんみたいに思ってるっすよ。あの、じゃあ正直に話すっすよ。変なことを聞くみたいっすけど、近頃ジュンさんの様子がおかしくないっすか？ああ、君もそう思う？私だけに態度が変なのかなと思ってたけど、まつりちゃんも同じように感じてるのか。ジュンさん、近頃あからさまに挙動不審だよね。あの人は門番として常に王宮の正門前に鎮座してるはずなのに、やたら街中で見かけるんだよね。しかも人気のない区画でうろうろしてたりするし、気になって声をかけても露骨に無視するしさ。一度はなんだか腹が立って私冗談めかして背後からジュンさんって抱きついたりしてみたんだよ。そうしたらどうなったと思う？ジュンさん、無言で私を思いっきり突き飛ばしたんだよ。ほら、その時にすりむいた膝の怪我がまだ癒えてないよ。心も傷ついてしくしく痛む。私、ジュンさんには割と気に入られてると思ってたんだけどな。あの人は気真面目で寡黙で、だからこそからかうと面白いし、私がどれだけふざけたことをしても最後は優しく笑って許してくれる。そんなあの人が私は心から好きだよ。我らがナイトメアの団長として信頼してるし敬愛もしてる。でも最近のジュンさんはどうにもおかしい。まるで鎧の中に別人が入ってるみたいだ。とも姉ちゃんにもジュンさんはそんな風な態度なんすか？自分の場合も同じような感じというか、もっとひどいっす。ジュンさん、近頃たびたびさっきまで自分たちがいたビーストの居住区に姿を見せるんすよ。それで大暴れをして去っていくんす。え？まさかジュンさんがそんなことを？居住区で暮らしているビーストたちが何らかの犯罪を犯したから討伐しに来たとか？ありえないっす。自分たちは素朴にのんびり暮らしてるっす。ビーストには血の気が多い人もたくさんいるから、ちょっとした喧嘩ぐらいは日常茶飯事っすけど、犯罪なんかしないっす。それにたとえそうだとしてもジュンさんはやりすぎっす。手当たり次第に建物を壊して通行人を殴ったり蹴ったりしたっす。いくらなんでもひどいっす。
幸いまだ誰も重傷を負ったり死んだりはしてないっすけど、時間の問題な気がするっすよ。はあ、それでナイトメアに対する住民感情が目に見えて悪くなってるのかな。今日も私道を歩いてるだけでやたら睨まれたし、単に私たちナイトメアがビーストたちに嫌われてるせいかなとも思ったんだけど。確かに嫌ってる人が多いっすけど、最近はそれが目に見えてひどくなってるっすよ。みんなで王宮に殴り込もうみたいな話まで出てきてるっす。自分もそんなナイトメアに出入りするのは危ないからってお母さんが心配して全然家から出させてくれなかったんすよ。はあ、だから君は訓練を休んでたんだね。なるほど、おおむね把握したよ。しかしわからないな、ジュンさんは何のつもりでそんな馬鹿げたことを。ジュンさんらしくない。これは本人に事情を聞く必要がありそうだ。場合によってはたとえ相手がジュンさんだろうが切る。罪なき人々を仇に傷つける輩を私たちは看過できない。私たちナイトメアは正義の味方だからね。